エディンバラのカールトンヒルから見たフォースワンフォース橋、衛星写真フォースワンの1フォースワンを航行するフェリー。ロサイスからベルギーのデーブルフへ向かう。フォースワンはスコットランド東岸のワン。北海へ向かって開け、周囲の行政区画には、ファイフ、ウェストロージアン、エディンバラ、イーストロージアン、フォース川が注ぐ。ワンの最も奥は、キンカーディン橋とされている。 多くの町が海岸線に沿って続き、グレインジマウスの石油化学工業体、リースの商業ドック、メシルの石油採掘場、インバケーシングの船舶廃棄場、ロサイスの海軍ドックなど多くの工業地帯がある。キンカーディンバ橋と有名なフォース道路橋とフォース鉄道橋が湾上の輸送を担う。3番目に横切るのは、 キンカーディン橋の次にかかるクラックマナンシャー橋で2008年に開通した。2007年7月、ポートベロ、エディンバラ、キルカルディー間をホバークラフトが2週間限定で試験運転をした。試験運転は平均搭乗者85%を達成し成功した。もしこれが正式に運転が開始された場合、年間47万人を運ぶ道路、 鉄道橋の通勤通学混雑が緩和されることになる。フォースワン王のキンカーディンとフォース橋の区間は、かつての看板の差が激しい地帯は干拓されたり一部が農地化されて、半分が失われた。しかし、主に工業のためと、キンカーディン近郊のロンガネット発電所の石炭火災による土が堆積されてきた広大な灰の型のせいである。 ワンは重要な自然保護区域である。特別保護区域には、毎年9万羽の海鳥が巣を作る。名島には、野鳥監視所がある。2001年10月には、ラムサール条約登録地となった。ありがとうございます。